here they are for one and all. The moments are about to call. Come on and sit down here with me. They're here for you on your TV. They are the moments. They are the moments. So come with me, give me your hand. I'll take you up to Moomin Land. You can fly just like a bird and sing the best song ever heard. There were the Moomins. 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 Ba 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 ba. フローレンがかけています。こんなに一生懸命かけているフローレンを見るのは初めてです。あ、きっと何か大変なことが起こったんでしょうね。さあ落ち着いて話してよ。だから兄が崖から飛び降りるって言ってるの。スノークが崖から？どうしてもやるって聞かないの。お願いムーミン止めてちょうだい。私に何を助けてほしいんだいフローレン。兄が西の崖から飛び降りるのを止めてほしいんです。スノークはどうしてそんなことを？試験飛行だって。試験飛行？ねえねえフローレン、もしかしたらスノークはとうとう空飛ぶ船を完成したのと違う？とんでもない。完成なんて設計図はできたみたいだけど。おお、それはすごい。私知らなかったけど空飛ぶ船に取り付ける羽の模型も作っていたの。それも頼りない小さな羽なの。それをつけて崖から飛ぶっていうの。なるほど。スノークはつまりその羽が空中に船を浮かべる力を持っているかどうかテストしようというわけだね。パパ止めてくれるわね。どうするのパパ？スノークは西の崖で試験飛行をやるんだね。そうよ、急がないと手遅れになるわ。よし行こう。もし本当に危険なようだったら止めることにするよフローレン。ありがとうパパ。よし。スノーク、そこを動くな。どうしてムーミンパパたちを連れてきたんだ？お兄さんがどうしてもここから飛び降りるなんて無茶なこと言うんですもの。でもよかった、やめたのね。誰もそんなこと言ってない。お兄さん、私も危険だと思うよスノーク。そんなことはありません。この羽は僕を安全に飛行させてくれるはずです。少し小さすぎやせんか？これで十分空中に浮くんです。ちゃんと計算してあります。僕たち見てたけど
ここまでかけてきて急に立ち止まったでしょ、スノーク。あれは正しい助走の距離を測っていたんだ。お兄さんやめて、ここから落ちたら死ぬわ。大丈夫、間違いなく成功する。自信があるようだね。もちろんです。空飛ぶ船の設計図はもう完成しているんですよ。しかしテスト飛行はもっと低いところでやったらどうだろう。落ちても怪我などしないところで。ええ、もう何度も我が家の2階から飛び降りてみました。大丈夫です。君は見たの？見てない、一度も。当たり前だ、うるさいから妹のいない時にやってたんだよ。それはどういうことなの、お兄さん。わからないのか？僕の研究にいちいち口を出さないでもらいたいってことさ。お前は兄さんの才能を信じないのか？私はお兄さんに死んでもらいたくないだけよ。死ぬ死ぬって言うな。死ぬわよ。まあまあ二人とも。ああ危ない。おっとっとっと、フローレン、どうやら君のお兄さんの実験は止められそうにないよ。パパまでそんな。スノークは勇気があるんだね。よし、やるぞ。やるんだ、今度こそ。あれ、あそこにいるの、スナフキンじゃないかな。どこ、どこにいるの、スナフキン。そこじゃ見えないよ、ここまで来なくっちゃ。本当にスナフキン？間違いないよ。スナフキン！おーい！聞こえた。聞こえないみたい。さあ、行くぞ。頑張るよ、スノーク。スノークだ。やったやった。大丈夫だよ、フローレン。スノークはうまく気流に乗ったようだ。成功したのね、成功したのね、お兄さん。僕はうまくいくと思ってたよ。本当は私もなの。お兄さん。おーい、バイバイ。スノーク、怖い怖い。最高だ、テスト飛行は大成功だ。もう少しで落っこちるところだったのに、惜しかったな。バカなことを言うな。あいつ両手を振ったら落っこちるんじゃないかな。スティンキー、僕は君と話す気はないんだ。向こうへ行けよ。あいつどうやって降りるつもりなんだろうな。僕が向こうへ行くよ。おや？あいつ海の方に飛んでいくぞ。海に落っこったら面白いな。海の方に流されてる。もう下に降りた方がいいのに。降りる方法を聞かなかったな。じゃあ降りられないのかしら。いや、まさかそんなことはないだろうが。どうした、畜生、風が。木にぶつかったぞ。早く下へ行こう。
死んじゃったのか。気を失っただけさ。運がいい男だな。ところであの羽はどこなんだ。さあな。ああ、まだあんなところに引っかかってる。あれ、俺にくれないかな。それじゃあテスト飛行の方は上々の結果だったのね。ええ、最後はちょっと失敗しましたが。ぐったりとなったあなたが運ばれてきた時は心臓が止まりそうなほど驚いたわ。申し訳ありません、ママ。みんなにも改めてお礼を言います。あのね、スノーク。ん？もうこの羽は使わないの？使わないと言ったら？だったら僕にくれない？僕空を飛びたいんだ。羽を上手に動かすことができればあれでどこへでも行けるだろう。そう、羽の操作をもう一工夫しなくては自由自在に飛ぶことは難しいな。僕工夫するよ。そして大空を自由に飛び回りたい。それは僕の夢でもあるんだ、ムーミン。空飛ぶ船を絶対に作ってみせるぞ。ねえ、それで僕にくれるの？くれないの？あげるよ。だけど条件がある。条件？うん、僕は空飛ぶ船の設計図を完成したし、羽の型もあれで行くことに決めた。だから空飛ぶ船を作る工場が必要になったわけだ。うん、確かに工場は必要だ。工場といってもそんな大げさなものじゃない。最低屋根があればいい。僕はこの工場を自分で建てるつもりだから、君にも手伝ってもらいたい。そうしたらあの羽を君にあげる。どう？もちろん手伝うよ。羽のことなんかなくったって喜んで手伝うつもりだから。羽がもらえるって言うならなおさら張り切って働くよ。よかった、ありがとう、ムーミン。僕だけじゃなくてみんなにも手伝ってもらおうよね、スナフキン。もちろんさ。スニフ、君も手伝うだろ？僕も何かもらいたいな。あの羽を使わせてやるよ。僕は空を飛ばなくてもいいんだ。よし、スニフ、君にあげるものを何か考えておくよ。よかった、そんなら喜んで手伝う。そういうの喜んでっていうのと違うんじゃない？で、工場はどこに建てるつもりなのかね、スノーク。よっ、うん、このくらい深く掘ればいいじゃない、パパ。いや、もう少し深い方がいい。柱がぐらつくようじゃ困るからな。わかった。いろいろ考えたんだけどね。あ？君には僕が大事にしている機械についての本をあげるよ。はあ、気に入らないの？何か他のものがあればそっちの方がいいかも。それじゃあ僕が大事にしている万年筆。あの、その他には？それじゃあ僕が大事にしている。スノークは何でも大事にしてるんだね。そりゃそうさ。金貨はどう？はあ、それいいな、金貨。それに決まりだ。よし、やるぞ。あの、少し休みませんか？ママが作ったサンドイッチを持ってきたわ。え、もうお昼？そうよ。それじゃ、一休みするか。スノークとスニフは森の中だよ。え、後で行くわ。
聞きたいことがあるんだ。なに？君の兄さんはあの空飛ぶ羽をムーミンにあげたって本当かい？そうよ、工場が建ったらあれはムーミンのものよ。でもあの羽壊れたろ、杉の木にぶつかって。兄が今直しているわ。ちょっとそこどいて、兄にお弁当を届けるのよ。どこで直してるんだあの羽？私の家に決まってるでしょ。ずいぶんたくさんの木を使うのね。空飛ぶ船がすっぽり入るだけの建物が必要だからね。ムーミンたちずいぶん深い穴を掘っていたわ。ムーミンパパにまで手伝ってもらって全く恐縮しているよ。砂付近が製材所へ行ってくれるって。それはありがたいな。必要な板の枚数を書くから砂付近に渡してくれ。早く工場ができるといいわね。できるさ、一生懸命みんなが手伝ってくれるんだもの。スノークの言った通り、ムーミン谷の住人たちが入れ替わり立ち替わり手伝ってくれたので、小さな工場の建物はたちまち完成しました。はい、ムーミンが来たわ。入ってこいよムーミン。いやー、ありがとうムーミン。君にはこんな羽ぐらいじゃとてもお礼しきれないくらいたくさん手伝ってもらったね。僕も工場が建てられて楽しかったとにかくありがとう。この前飛んだ時より上昇や下降がもっと楽にできるように直しておいたよ。だから今度は空中で思うままの飛行ができるはずだ。ありがとう、嬉しいな。今夜は眠れそうもないや。明日飛ぶんでしょ？もちろんさ。気をつけてよ。いいか、最初は低いところで練習してから飛ぶんだよ。僕が挙げた羽で君に怪我をされては責任を感じてしまうからね。分かった、そうする。明日はどこで練習するの？まだ決めてない。西の崖に行く途中にある丘みたいなところ、あそこどうかな？あそこならいいわね。私も見に行くわ。そんなものあったかな。テラスの方から入ってきて気がつかないなんて、スニフは本当に不注意なんだから。いや確かなかったみたい。本当だ、ない、羽がない。僕も言った通りだろ。どうしたんだろう、どこに行っちゃったんだろう。取られたんだよ。どうしたの二人とも、何を騒いでいるの？空飛ぶ羽が盗まれたんだよ。盗まれたとは決まってないよ。そんなのんびりしてる場合じゃないわ、早く探さなくっちゃ。
探すってどこを探せばいいんだい？あいつ！おっと、思ったより早く現れたな。おい待て、それは僕の羽だぞ。やっぱりスティンキーだったのね。おいやめろってば。え、そうはいかないさ。待てスティンキー、君にも使わせてやるから今飛ぶのはやめてくれ。さあ、いよいよスティンキー様が大空に舞い上がるぞ。スティンキーのやつ、もっと用心しなくちゃ。ムーミン、用心？あの羽を盗もうなんて考えてるやつはこのムーミン谷に一人もいないって思ってたんだよ。うん、甘い甘い。ムーミンがっかりしないで、スティンキーは羽を返してくれるわよ。それはどうかな。あ、あいつ海の方へ流されていくぞ。どういう風の吹き回しか、スティンキーは海の方へどんどん飛ばされていきました。そしてうわあ、海に落ちた。もうあの羽は使えないな。兄にもう一度作ってもらいましょうよ。スティンキーのやつ。我が物顔で海を暴れ回っていた海賊たち、彼らが絵本の中だけの存在になってしまったなんて僕には信じられない。きっとどこかに本物の海賊たちがいるはずなんだ。次回、楽しいムーミン一家第12話、ムーミン海賊と戦う、お楽しみに。